おはようございます。ジャグラーのマロです。今日はね、これから労働ビザ、まあフリーランスビザというかアーティストビザをね、取りに移民局に行ってきます。劇場のスタッフが一緒なので、まあ、問題ないんですけれども、ちょっとね、その間カメラ回すことできないんですが、ひとまず朝の挨拶ということで行ってまいります。さあ、無事にね、ビザの申請が終わって今また劇場に戻ってきました。いきなりね、場面飛びましたけど、一緒にね、劇場のスタッフがこうついてきてくれて、ドイツ語でやり取りするようなところもあるので、全部手伝ってくれたので、ちょっとやっぱりね、他の人と一緒に歩いてるときになかなかこう、カメラ回しにくいとか、僕も聞かなきゃいけないことがいろいろあったので、今からね、ちょっと今日ゲストショーがあるので、この場所もね、午後1時ぐらいから多分仕込みとかあるので、まあ、それまで2時間ぐらいパッと練習していきたいと思います。さあ、じゃあね、ひとまず練習を切り上げて一回部屋に戻ろうと思います。そろそろね、多分ゲストショーのスタッフとかも入ってきていろいろセッティングを始めるので、であとね、ここのステージどうしてもね、調子が悪いというかうまくできないなっていうのがあるんですけど、実は見えにくいんですけど、ここにストラップっていうね、あの空中芸のやつが一個あるんですけど、逆光で全然見えないですね。真ん中あたりにこうぶら下がってるやつがあったりとか、もちろんね、あのこの辺のステージセットにぶつけちゃいけないとか、照明のバランスとか、まあ、そこもあるかもしれないけど、ただ壊滅的にね、あの見えないわけではないので、なぜかうまくいかない。だけど、まあそれもやっぱりね、あの環境はもちろんあるけど、それ以上にね、これぐらいの環境だったら問題なくできるようにしないといけないっていう、その自分のね、技術がまだ安定していないっていう、特に5本の話ですけれども、あるので、まあ、あのこれだけとりあえずね、スペースと高さがあればちゃんとできるように、まあ、むしろね、この客席エリアだったら光がバランスいいのでやりやすいんですけど、テーブルとかね、全部どけないといけないんです。それはそれでちょっと大変かなっていう、うん、まあなのでね、ちょっと消化不良というか、練習は一生懸命やったんですけど、結果として、いい練習にはあんまならなかったかもしれない。なのでちょっとこれからね、部屋に戻ってお昼食べてストレッチしたり、ちょっと体を動かす倒立をするとか、いろんなことをやりながら過ごしたいと思います。